そうですか。こんにちは。ミキヤくん、愛してるギフトありがとうございます。ヤスルパンさん、優勝ギフトありがとうございます。こんにちは。昨日は公演を休んでしまってすみません。声に力がない。なんかね、そう詰まってるんですよね、声が。服部さん、くまありがとうございます。暑い。喋らなくてもいいですね。昨日喋ってないので、私24時間ぶりぐらいに声発しました。あそう、久々の声出しです。昨日の病院以降喋ってないから、24時間以上ぶりの声出し。こんにちは。久しぶりです。薬たくさんもらったって。そうね、でも元からたくさんあったから、あるやつはもらわなかったけど、まあでも熱は下がりました。今7度ぐらいです。お団子部屋見たい？また今度ね。でも下がりましたよ、結構。下がった方です。寝ましょうね。でも昨日寝すぎて、そう今日めっちゃ早く起きた。早く起きてました。食べる力ありますよ。こんにちは。コロナ以外では初めて。昨日もね、なんか解熱剤で出ようとしたんですけど、解熱剤ありますかってマネージャーさんに。こんにちは。カロナールね、ありました。探したら家に。
でもちゃんとコロナの検査したんですけど陰性だったのでコロナではないんですよ。でも昨日行った病院がコロナの検査したんですけど、コロナの検査って鼻に刺してなんか何秒かやって終わりじゃないですか。1回1セット、そう1回そう綿棒をめっちゃ刺して本当にもう3秒5秒ぐらいずっと放置処理されて OK ですって終わりじゃないですか。私が今までやってきたのはそれだったんですけど、そう昨日行った病院は右の鼻やってめっちゃ奥の方まで刺して長くて、そうで終わったって思ったら、はいそしたら次左の鼻って言われて、2回戦で左やられて、で本当に長くて奥までだしめっちゃ痛いから痛いですって言ったら痛いよね、じゃあそしたらもう1回右って言われて3回目、あリップがついてるわ、歯にしてる、えもう2回目でめっちゃ痛かったから、えもう痛いですって言ったら痛いよね、そしたら次もう一回右って言ってめっちゃなんか笑顔でやってくるんですよ。私だから3回やったんですよ。ティッシュがないな、びっくりした。えそんな3回もさ綿棒さやられたことないからめっちゃびっくりした。いや何回やるんだと思って、両鼻ぐらいやったらわかるけど、そう3回目って言われて、まあしっかりね取ってくれようとしたのはありがたいですけど、あ費用は1回分です。1回分の綿棒で3回やられたんです。え本当にでも永遠に続くから、しかも1回が5秒ぐらいあるから4回目来ると思って、本当にえーね、1回でいいよね、か2回、せめて2回までにしてほしい。私が痛いですって言ったからもう3回目始めたんかな、言わんかったら2回で終わってたかな。いや同じ綿棒でやったんですよ、だから2つやってない、コロナとインフルじゃなくてコロナの1本で3やりました。テレビ的にもそれね永遠に続くから、そうは1回しかやられたことないから本当にびっくりした。マジ？だからめちゃめちゃ本当に鼻の検査をやりました。こんにちは。今はちょっと元気です。だから家に帰って何回やるやつか調べても1回って書いてるから、本当にあんなに大鼻の穴を往復されたのは初めてでした。本当に痛かった。こんにちは。1回で取れなかった。でも1回刺して
やって、あの検査じゃなくて刺して出して刺して出してなので取れなかったとかじゃないんですよ絶対。めっちゃしっかりやられた。しかも笑いながらです。痛いよねって。お医者さんって優しいよね、なんか笑いながら子供みたいに話してくれるけど、私のことを、私子供相手みたいに喋ってくれるけど、優しく笑いながら3回目。朝は食べましたよ、薬飲まなきゃいけないから食べました。そう、2回で終わると思って本当にもう痛いですって言ったのに、痛いよねー、じゃあもう一回みたいな。本当に面白かった。でもそんなに、JC に見えた。え、でもあの職業何してるのって言われたから、あ、食べ物飲み込むとき痛いです、唾液飲み込むの痛い、何なんだろう。ツッコミ待ち、何回やるね、ツッコまといかんかったんかな。そう、職業が聞かれたから、え、どうしようと思って、でもなんか病院だからあんまりごまかしすぎてもダメだなと思って、なんか正直に言わなきゃいけないのかなと思って、病院だから、そう、でも濁したいから、そう、確かに女子大生の年齢じゃないからね。そう、だからライブですって言ったんですよ、なんかとりあえず濁してライブですって言ったら、あー、ライブハウスのスタッフって言われたから、あ、そうですって言ってライブハウスのスタッフにしました。昨日は、こんにちは、アイドルなんて言えないですよそんな。だから、え、でもどうしようと思って、でもさ病院ってさ、そんな正直に言わないといけないじゃん多分。だから、え、でも正直、そう、でも同じようなことじゃん、ライブのスタッフでも出る側でもやってることは同じかと思って、まあそれでいいやと思って、そうですって。正直に言わなくても大丈夫？マジでも、そう、同じではない、でも行ってるところは同じだから、多分人が多い場所に行ったみたいな感じで聞きたかったから、病院の先生はそれでいいやっていう。で、多分人が集まる場所に行ったかっていうのを確認したかっただけだから、先生もそっち側でも同じなので、で最近はいつ会ったのって言われたから、一昨日ですって言った。だから一緒です、実質。こんにちは。いい設定見つけたね。そう。めっちゃいい職業を見つけたと思って、これから使える。しかもそういう仕事してたらちゃんと測って陰性
でしたっていう証拠がないとダメだよねって分かってくれたから、めっちゃいい職業を見つけた。ね、何ですかって聞かれた時に、病院でわざわざ言わなくても言ったところを言える職業。マイクテスト、マイクテスト。こんにちは。可愛すぎる裏方でも、あ、寝起きとかで行ったので、ボサボサの。だから帽子深くかぶってマスクしていきました。趣味も言わないとダメですかって言って、確かに趣味でこんなことしてます。そう、マスクと帽子かぶってた。目も見えないくらいに。メガネはしてない。こんにちは。さすがにちょっとメガネはさすがに。あれ、サングラスって言った私。帽子とマスク。こんにちは。言ってないか、言ったんかと思った。よかった。なんでサングラスってなってるから。全身黒？帽子にサングラスにメガネして全身黒だったらめっちゃ芸能人っぽいじゃん。サングラスはさすがに病院にはしていかんよ。でも土曜日も病院がやってる、やってないと思ってたからやってるんだって思いました。そこを元気。昼まで。ゆきりかに早く会いたいので回復してねって。ね、次18です。18は出れるので絶対。ゆきりかの好きな香水って、香水？グッチ。そこ元気で、元気出ました。よかったです。こんにちは。
リカちゃんはロングでいてください。さやかりん髪切ってたね。でもめっちゃ可愛かったね。だから髪切りたい時期ってみんなやっぱ同じになるんだね。ヤスルパンさんタコありがとうございます。私も赤み2日前ぐらいに抑えたんですけど、そのついでにもう切っちゃおうかなと思って鎖骨ぐらいまでちょうど思ってた。今千穂さんもめっちゃ髪切ってるし、毎回さやかりんと被るな。ショート派？なんかカラーってカット付きが多くて、そうカット付き、カットついてたら切ろうかなって思ったけど、結局カットなしのやつで予約したから切らなかった。ショートはでも3月にはするから、結局だから3月までは多分切らないですけどね。葵さんも切りたいって言ってた。そうみんなと被っちゃうな。でも私はもう1年前ぐらいから言ってるから、ロングで朝撮った後はずっとボブで撮るって1年以上前から言ってるから、それは変わらず。今は伸ばし中です。葵さんめっちゃ短いの似合うもんね。私も葵さんの短いの可愛いと思う。でも今年のアーシャを撮った時点、その前から私はもう計画してるから3月にはなんとか切るんですけど、でショートで活動する。ボブかやばいね。じゃあ許可降りるかな。こんにちは。待ち遠しい。3月には今切った方々がミディアムぐらいにはなるだろうから、ミディアム。ちょうど入れ違いになるかもしれない。めっちゃショートは似合わんです私。ぶーちゃんハートありがとうございます。少し体調楽になりましたかって。楽になりました。30センチぐらい切ることになるって、うーん、私がしたいのはでもこの辺だから、そうだね30センチぐらい。モップさんタコありがとうございます。切る前に画像編集ソフトで試した方がいいかも。え、よくそれやるよ。でもそれやったらなんか、あ、ロングの方がいいかなって思っちゃう。
なんか2ヶ月前ぐらいにもやったんですよ。で、見慣れてないからね。多分見慣れたら、見慣れたら意外といけるかもって思うかもしれんけど、急に写真にソフトでロングの写真をボブにしたら見慣れてない。20% になった。復活復活。ロングの長さを下だけ消して短くするのとはやっぱり違うよねって。わかる？そうなの。すごい、それ分かってくれるの。全然違う。たけるくん、くま、ありがとうございます。もう全然違うんですよね。あるんですよね。あったあった。なんか見せたことあるけど。お気に入りボブ。ボブまでにはしてないけど、これがこれ加工つかな。これがこれ、ういでも写真じゃやっぱね、うん、上手ね。もうちょい切りたいとは思うけど、まあこんな感じですね。これは肩につくぐらいなので。加工技術右ぐらいがいいかな。右、あ、右右。もう一声ね。もうちょい行きたいね。顎下ぐらいまでは行きたいですね。仮のこれ、これぐらいだったら許可もらえるかなと思って、これで許可取ってもうちょい短く切るっていう。この時の6月20日なんですけど、6月の私、短くこれくらいいいですかって言ったら許可下りんかもしれんから、まあこれぐらいで許可取ってこれより少し短く切るっていう。ちょっと短くなっちゃいました。髪型のバリエーション少なくなるけどいいのって。だから3月までにいっぱいヘアアレンジします。ツインテールも。千穂さん段階的に短くしてる。え、だよね。福フェスの時も切ってたけどそんなには短くなかったよね。だからちょっとずつ短くなってると思った。福フェスも切ってたけど、まあ、この辺とかでも昨日この辺だったよね。段階踏んだらね、なんか急じゃないからみんなえってならないのかも。
噴水ポニーいつしようかな。ね、どんどん短くなってるからボブになっちゃうかもしれないよね。18？ 噴水ポニーしてベレー帽をかぶれるかな。こんにちは。四国は？四国、四国の予定あるっけ。四国はないか。2期のライブ、2期のライブっていうか副フェス。穴あきベレー帽。水曜の腹だれどうしようかな。髪型、四国今んとこない。でもあれがあるけん四国あるって思ったのか。愛媛の56、あれ四国あったよなと思ったけど、それか。56。6のメンバーはまだ出てない。メンバーっていうか情報まだ出てない。なんか出てるけど公式から出てないから、いろんなところから出てるけどまだ出てない。かむりさん、タコありがとうございます。宗行兵頭中村他って書いてあった。マジ？ボブは外羽派かな。外羽、熱下がった。そう、次ゆきりかが東京に行くのは9です。渋谷楽しみ。2期、ほ、なんか福田さんはいるけどほぼ2期のライブ、舞台メンバーがいないんですけど2期生のライブプラス福田さんみたいな感じだから楽しみ。レッスンはまだ始まってないです。結婚はでもだいぶ先だよ。3回目 2.5 と3ね、この流れで言ったらそんな感じしそうだよね。みきやくんタコありがとうございます。11月、どうだろう、12月とかじゃない？わかんないけど、まあ愛こじがいる間に。うちは買えなかった。
クリコンは12月じゃない？クリコン。ね、でも愛子さんは写真集が伸びたから、いる期間も伸びたって。ツイートしてた。ね。ファンの方にとっては嬉しい。トリケラトプス。ね。トリケラトプスどうだろう。写真集どんどん伸びろって。ゆきにかにとっても嬉しい、確かに嬉しい。コンソメパンチ。台風で写真集販売延期。台風なの？じゃあ私も嬉しい。ゆきりくが嬉しかったら。防災パンツ持って帰る？マジ？こんにちは。まあ今日はそろそろ配信は終わります。カンさんコンサメパンチ、そう夜はないです。そう今はポテチはそうきついからまた後で届いたら食べます。配信で食べようかな、明日か明後日にでも。ゆうたパパさん愛してる、ありがとうございます。ポテチ何味が好きって、でもコンソメパンチ好きですよ。あと何があるっけ、蜂蜜バターみたいな。配信で食べます、届いたら。じゃあ段順読みます。13位いちごの妖精さん、12位ロボリンさん、11位ぼくれんバサロンさん、10位たまごサンドさん、9位ダスビダーニャさん、変わったミルクールさん、8位おてもちゃん、7位ゆうたパパさん、6位やすべーさん、5位やするぱんさん、4位つばさほしいさん、3位はっとりさん、2位みきやくん、1位たけるくん、ありがとうございました。はちみつバター美味しいですよ。期間限定だけど。たけるくん愛してるギフトありがとうございます。服部さんありがとうギフト、みきやくん愛してるギフトありがとうございます。やするぱんさんありがとうございます。アキアンさんお疲れ、ありがとうございます。ということでまた明日ね、ありがとうございました。18時間で確かに寝れる、確かに明日の夜まで寝たらそうですね。またねー。